皆さんこんこにちは琴郡山の渡辺です西部進さんという思想家がいらっしゃいました数年前にもう自分の役目は終わっただろうと自分の命を終わらせた方なんですけどもその時に親しかった若者というか青年に協力してもらったんですねそれで協力した2人は自殺ほ助の罪で罰を受けました。そしたら 私が本当に何度も何度も見ていた「西部ゼミナール」っていう YouTube の動画がシリーズであったんですけどもそれが根こそぎ削除されてしまったんですねその時その時に思ったのはどんな人でも弱い部分はあるだろうし判断のミスもあるでしょ人生の終わらせ方をずっと言っていた方法つまり自分で自分の命を終わらせる これは「自死」とか「自際という言葉で表されるものなんだそうですけれどもこれを実際に行動を起こしたときに巷では「待て死」って言ってましたけれども他人を巻き込んでしまったそのことで西進先生を非難する人も多く出ました多分その一環で動画も引っ込めちゃったんだろうなーってその時は思ったんですね。でも それは違うんじゃなないいのかなって当時思いましたたた残された者たちしかも他人の感性でそれを悪だと決めつけて西部進先生の巧妙な言論を閉ざしてしまうっていうことが果たしていいことなんだろうかなってまた川辺の木にロープを巻きつけて受水したんですけどもその木に巻きつける作業を お弟子さんに頼んだんですねでどうして自分一人で実行しなかったのかなとか有望な他人を巻き込むなんてけしからんとかいろんな意見はあると思うんですけどもこの地の巨人ともあろう方が万が一に発生する事態を考えていないわけではないですよねもちろんあの協力した人も自分に降りかかるかもしれないそういう事態も 理解してたと思うんですよこの辺の事情っていうのは第三者にはその心理ななんんか想像もでできないことだとだ思うんですね正義とか事実なんていうのは自分の小さな枠で考えることの何十倍も何百倍も複雑回帰でそういう割と当たり前のものの見方が消えて久しいのではないかと思います。 自分の狭い見方で条件反射的に他人を非難する今の社会に多く見られる現象だと思いますけどもここを修正する努力を一人一人が行っていくだけで世の中に温かさやぬくもりが返っていくんじゃないのかなって思いますまたこの時昔の景観だったらまあ昔って言っても私のイメージする昔の景観なんですけど 実験化しなかったんじゃないのかなっても思うんですよね粋な計らいをしたんじゃないのかなってもっと粋な計らいある人が覚悟の自死をしました覚悟っていうよりも自分のこの世での役目は終わったもういいだろうとも何年も前からご自身の書籍でもお書きになられ周りの人にも話されていたそれを実行された その石をどうしてきれいなままにしてあげないのかなって浅はかだって息じゃないって思うんですよねまあこんな風に思うのは私だけなのかもしれないですけどねあでも最近あの今日今朝久しぶりに「西部進む」で検索したら誰かがそのゼミナールシリーズをアップし直してくれてたので後からまた見たいと思ってます。それではまた。 ありがとうございました。